ちょっと最初デモは黙っときます。上田城主、真田昌幸殿に次ぐ信長公亡き今、もはや真田にはこの戦乱を生き残る力はない。なれば道はただ一つ、直ちにこの城を明け渡されよ。はい、ということで家康登場です。相変わらずかっこいい。まあ田中さんに乗って登場してるのはね、はい、ね、はい、ここ真田ブラッドの第4章なんですけど、そうですね、これ橋を防衛せよですね。これ右側と左側の、エリアがあります、はいはいはい、で、右と左で、プレイヤーが真田は違います。わしが主とは仰ぐ信玄公の急進、お父さんですね、お父さん悪いようにはしないと野生の右にマップがあるんですけど、はい、上田の城の左側にいて、お兄ちゃんの代わりわしが守る右側のエリアにいます。はいはい、はい、橋で分かる、橋に報いる、見えますかね、あっちに戦って寝ませんね、お父さん見えますよね、はい、お父さんは行ってくれね、はい、で自分がプレイしてない方は AI です、勝手にやって、伊達に乗じて、この武田領を平らげようって腹から頑張ってます。すでに徳川軍は城を取り囲んでいるでしょう。変わったらね。そうなんです。あ、そうそうなの。親父との橋が危なくなったら。今右の画面の橋が揺れてますけど、橋が攻撃されるとピンチになるので、家康は信玄公も一目置いたほどの猛獄だ。器は確かさ。秀吉に並び立ち、天下を競うのはやっこさんとも言える。そうですね。では。お父さん、これ通常パンやったんですか。そいつだけはごめん、こう思うね。ちょっと、はい、奥側に着くのは可能なんさ、はい、ちょっと前にっぽい、こういう動きがあって、枝の城は渡せん、はい、で余裕っぽいじゃない。そうですね、あとは帽子で自由自在感、あ、これ消えた、みんなキョロキョロするんですね、見つからない、見つからないんだ、どこに行ったんだろう。で、帽子はすごく万能で、技術の策に惑わされるな。あ、すごい、みんな吸い込まれちゃってる。わしはかつて飛んじゃってる。三方ヶ原で信玄公に敗れ、初めて己の小ささを知った。で、あと、そしてこの世界の広さ、未来やりを信玄公は我が心の師、死が残した死なの、移動からワープできます。秀吉殿の拳から守れるのはわしだけだ。この人杯なんですけど、親方様も罪作りなお人だね。1,2,3,4、こんなところも期待そびれていったんだから。上田はこの正幸が親方様から託された城よ。この正幸が親方様の思いを継いだ。星さん、この大体一生あたりの収録中って過去の、ただ一人ガキ大将どもに何だろう、じゃあ一番収録してるかと思うんですね。そうですかと渡していいもんじゃねえ。そんな人はしてます、してます。かなり台本も分厚くなってます。あ、でもがっつりやりましたからね、これは本当に。なんかもう最初から違和感がなかったというか、なんか聞いた瞬間に納得みたいな感じですよ、イメージ的にも。バッチリですね。結構頭に悩ましますよね。お父さんを作るのか、お兄さんを作るのか、どうしようかって。そうですか。いや、みんな待ち望んでたじゃん。そうですね。親父殿はそのような、お父さんなんてやっぱり有名だし、我ら真田の道を危うくするお父さん。あ、そっか、はい、親方はね、やっぱね、今回親方も亡くなってますから。亡くなっちゃったうるさい。マサラザの思いを釣る道は、はい、マサラザの思いを釣る道は、マサラザですか。お父さんと信玄は、まあ、親友だったっていう、友だったっていう設定なので。お親方様なんですよ、これ親方様です。ちょっとどうしたね、信玄像ですか。信玄像の方がちょうど棒に火山ってやってるんですけど、すげー、何やその難しい道理じゃ。調理温めるより簡単じゃ。お兄さんの方も行きます。はい、召喚技終わり。礼儀正しい。その時はあの人というお兄さん、親子三人で指でも使いに行くかね。はしごやですね、はい、親方様とっておきの。これまた怪力ですね、このお兄ちゃんは。で、この掴んだ敵をこう、何何どうなったの、通り投げ方によってひどい結構ひどいです。我が軍の勝利は目前ぞ。今こうバウンドしたんですけど、これで言うと回転しながら巻き込んでいきます。これが最後の勧告だ、直ちに降伏せよ。ここで普通に投げることもできれば、冗談は義姫様、兄ちゃんあんま食べないですね。結構寡黙な感じですよ。ああ、そうか、キャラ的にそうか。いや、でも今回ですね、今回の特徴的にお話をひたすら喋ってるんですね。
確かに。なのでドラマがどんどんドラマに喋ってますね。はい、じゃあ変わりました。ここ雪村登場です。はい、今何してるんだと思って、上田城に向かってます。だから早く、上田城に向かってます。早くして、まあ、地図通りですね。親父様からのフィードアップは、あそこ敵型の増援までもはや猶予もなし。まあ、ミニゲームみたいな形で、ミニゲームです。風よりもが左右とジャンプなんですね。しかし切らないですね、はい、走るのみ、はい、走るのみです。レースゲームですね。障害バーンとぶつかると必ずやのでぶつからないように。徳川殿は義のあるお方、これスピードアップがすごいです。そう信じていた俺の未熟を恥ばかりに越す。うまくいけば今の戦国の炎がで、もう一つスピードアップするアイテムもあります。敵襲真田の油断すると引っかかるからですね。簡単そうに見えてでも油断すると、まあ、結構距離ありますね。上側でちょうど馬が走ってますけど、上田城まで距離あります。他には見当たらない。スピードアップしますよ。おちょっと、あ、この蹴散らされた兵たちはどうなっちゃってるんだろう。雪村がちゃんと馬に乗ってるっていうコメントが、ちゃんと今までの馬さんだとこう、ね、立ち乗りしてますから、ね、立ち全部でしたっけ。ちゃんと乗ってますよね。そう立ち乗りでしたっけ。シリーズ意外と、うん、立ち乗りしてます。あ、そうさしづらかったんで普通にしました。立って乗るとね、危ない。それはバサラでは言っちゃダメじゃないですか、ね、危ないって。あ、人参だ、加速。大間さんの餌ですね、これ。そうあ、だから、ごめんなさい。大間さんちょっと元気になったんですね。まあ、これ雪村の衣装もね、まあ、紹介したときに新しい衣装ですからね。新しいですね。はい、いや、スピード感もあって、そうですね、上田城に急いで戻って、ね、お父さんとお兄ちゃんを助けないと。ずっと馬乗せたいですね。今日右に時間があるので、こう、ね、タイマーカットして遊んでもらえばいかに早くつけれるか。もう2分になりますね。あの細いとこ抜けるのがすごい難しいです。おお、うまいことやっておりますね。人参、おお、素晴らしい。おう、普段はミスしないんですよ。ちょっと緊張してます。わざ普段はこれこうなるよと、プレイヤーはこうなるよ、こうなっちゃうよ。あ、もうちょっとですね。もうちょっとですね。エンジン、おう、もうちょっと、もうちょっとです。あ、エンジン、エンジンが最後に、ここで最後、気持ちよく、あ、気持ちよく、はい、さあ、もうちょい、ザクザクと、そこまで、ここまで、あ、これでまだかな。これで雪村まだ走ります、はい、で戻ります。上田城戻っちゃう。上田城行こうとするんですけど、あれはなんだ、あれはあいつ、あいつです。なんか来た、コンテナが来た。あいつ絡みだな。コンテナが来ました。コンテナ、ただかつのコンテナです。何コンテナだよ。輸送、輸送してますから、空中で。増援部隊設置完了。あ、チャレンジ、部隊は作戦通り。あれは上田城要塞戦略だ。馬の馬先が良かったんで、やってくれたか、戦い戦線1個押してもらえたんですか。これで勝敗は決した。そこにコンテナが来てる。コンテナ、どん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 兵士が送り込まれてます。これでもめっちゃ増えてますよ、さっきより。さっきの作戦上が倍以上ですね。兵士に追えないじゃないですか。防衛しないといけない。そうです、防衛すればいいので、あ、向こうですよ、向こう。橋を防衛するので、橋やってる間に向こうやられちゃいそうで、橋はね、攻撃されてるじゃないですか。なんとか防がないと、ローラー兵にね。そう、ローラー兵こいつ強そうですけど、強いです、でかいです。でかい、ありえなかったか。ありえます、ありえます、ありえます。バサラであります。激動する力に翻弄され、己の道を失い、あ、目の前にいた。お兄ちゃん、一回喋って、お兄ちゃん喋って、かっこいいね。細谷さん喋ってます。お兄ちゃんかっこいい、かっこいいですね。まさゆきと言うことですか。細谷さんのお兄さんは、いや、なんかね、年齢としたんですけど、かっこいいです。そういう話は連中を片付けてからにしようや。雪村みたいにこう、ちょっと若っぽくはないです。いや、雪村も成長しますよ、この物語の中で。そうか、村さんで雪村年だったぞ。そうです、いつものと違って、ちょっと違ってた。ちなみに PS4 でやってますね。PS4 でプレイしてます。これはやっぱり、いろいろ意味でいいんですか。グラフィック綺麗ですね、やっぱ PS の方が。めっちゃ綺麗です。まあ、ゲームとしては一緒なので、うん、敵の配置とかは全部一緒なんですけど、まあ、ペースの方がより奥まで見えるので、ああ、ね、も内部的には一緒なんですけど、表示ができないと、遠くができなかったりすることが PS3 版ありますけど、PS4
音はやっぱり綺麗ですね。真田方は混乱しているぞ。攻めろ攻めろ。これでどんどん切り替えた。どんどん切り替える。はい。で、目まぐるしいですね。はしごでやって渡る。はしごでは渡る。はしごはこう登る。あの子こっちはですね、余裕ですね。バサラ技。こうトークを見るためにバサラ技いきましょう。バサラ技ですか。バサラ技。なんだろう。お兄ちゃんバサラ技。フルはナウテの強さ。親父殿には信玄公の意志を継ぐほどの器用な。何これ。イメージです。巨大な流れに逆らわ。己が道を行く力もない。いい加減にせんか。あんなでかいですね。このままでは。はい。強かった。の時間なんで、まあこれこの後防衛してクリアするとさお話が進むので、今日はここまでにさせてもらいます。ありがとうございました。滅ぶ定めにある。はい、切り替えてください。ありがとうございました。はい。いやミニゲームもすごい楽しそうですね。ね、馬ね。パカラパカラ。ミニゲームの要素が。それぐらい早いタイムができるか。そうですね。競ってほしいですね。何分？あれ山本さん2分切れるの？あ、ミニゲームは開発的には。